心が感動を経て感動するところにはいろんな素敵な人がおります。誰の声が聞こえてくるんだろうか。まあこのここはまあ死ぬのだよ私ちょっと最近桜用しちゃってねこんな素敵なところはここはどこだいまーし。ここは阿蘇花園って言います。阿蘇花園、阿蘇花園、阿蘇花園か、阿蘇花園、はい、今度は私のここでお泊まりさせてもらっていいかしら。いや、ここはいいと思います。また今度も来ていいかい。いいと思う。恋人はいらっしゃいますか。恋人はね、もちろんウルトラマン。そしてここにいるタッチっていう人も向こうにいたんだよ。ババシャール、今感動したことがあったんですけど、はいはいはい、今中島みゆきさんの時代という曲を聴かせてもらいました。はい、よかったね。心がね、穏やかになったよ。これです。ちっちゃい頃からよくお母さんがかけちょって大好きな曲なんですけど、僕と共通で、僕初めて出会ったんですけど。今日は初めて会ったのかい。そうなんです。お名前も、お名前も一緒にいいですか。まこです。まこさん、まこさんと初めて出会って共通の友人が、尊敬してる人が平尾の般若寺の福島住職っていうんです。福島住職はふるさとを大事にすることはめっちゃ大事。でもその見えないところでいろんな人の苦労があったけこそ元気に過ごしていけれるんだ。そうじゃそうじゃ。人のご縁も誰にどの場所で紹介されるかっていうことが大事なんだよって言われた中で、今回この場所でマコさんと初めて出会わせてもらって、みんなとこうやって共有できる中で、福島住職は本当に2ヶ月前にちょっと亡くなってしまって、僕のめっちゃ大事な人、その中でこの時代を聞いたらもう涙が出そうで、僕にとっては般若寺の福島住職がそうだけど、聞いてくださってる皆様方にとっても大切な人っていると思うし、亡くなった方もいるかもしれんけど、そういう亡くなった方っていうのはいつも近くで見守ってくれてるんだろうなって思って。本当にそうだよマーシー。そんなことを思いながらもう一回時代に聞きたいなと思うんですけど、歌ってもいいですか。Thank you.
ったのはさっきババチャールを演じてくれたエンジェル久美さんです。エンジェル久美さんは歌は何歳の時から始めましたか？デビューしたのは57歳。57歳から、はい。歌を歌うといろんなところで歩けば歌、歩けば歌ってなってたんですけど、はい、いろんな奇跡ありますよね。はい、マーシーとネイキと もう昨日もその錦帯橋でミラクルなライブを、路上ライブ、歩きながらライブ、はい。去年まだコロナで来れるかな、大丈夫かなっていう時にエンジェル久美さんが周防大島に歌いに来てくれたら、そのところでもミラクルが起こって、で久美さんは奇跡の歌、ミラクルっていうオリジナルの歌を歌っています。みんなも奇跡ってあったり、こんなことってあるんだなって思うこと、きっといろいろ体験してると思うんですけど、頭に思い浮かべながら聴いてもらって、歌ってもらってもいいですか？はい。この地区に遊びに来て、じゃあなぜこの今3年間もコロナで自粛して悲しい体験とかもしてるのかって。でもその間に、私コロナの間に出会ったのがこの直美さんです。でマーシーとはフェイスブックっていうのをしてて、それでその間違えておくとマーシーが私の名前を削除してしまって電話をかけてきた時にその時に、あ、もう一回申請していいですかって言ったら、いいわよ、でもせっかく電話してくれたんだから一曲歌うわって言った私の一言に感動してくれて、山口から北海道に行く間に私に会いに来てくれて、それから全国一緒にライブ活動させてもらっています。そういう、ね、出会いってこれからもあると思いますので、今日はあえてありがとうございました。この出会いをミラクルです。調査や調査や
には米が何升もあるか、千升も万升もある、五万千両百万両、この土地の蔵には米が積み上げ積み上げでございます。 TAA のイエーイ。
言われてね。天井Yeah.
何を着るんですか。ほらほらみんなの友達。
万歳。